じゃあいきますよ。はい、皆さんこんにちは、ひろみかみです。今日もひろみかみチャンネルへようこそ。よろしくお願いします。本日はですね、お友達のヨッピーさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。ヨッピーさんはですね、リトルサリーマイドっていうファッションブランドで、最近でもほとんど売り切れてんねんな。商品がどんどん売り切れちゃうブランドのクリエイティブディレクターやってます。で、はい、最近だと渡辺直美さんとテンっていうブランドを作って話題にもなってますね。はい、改めてヨッピーとはなんで仲良しなんですかって。え、でもなんかすごい若い時に展示会貸してもらった、お友達の紹介で。20歳ぐらいの時に、うん、多分 10年前ぐらい。一番最初はでもなんで知り合ったのか本当に忘れた。なんか私たちが雑に受けた DJ のお仕事で、あ、でもそれだよ、違う、それだ。そっから仲良くなった。ちゃんとした仕事はね。そう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 。なんか DJ のお仕事で僕らの後がヨッピーの後が僕らかな。そうで、つなぎ方分からへんからヨッピーの系で。そうですそう、DJ の初めての仕事やったんや。先に DJ の仕事を受けてしまって、あ、DJ やられてられへんでってなって、ヨッピーがほとんど私たちの DJ をやってくれたその曲もね、しかもね、黒歴史やけど、全部曲は初めから CD1 枚繋がってました。だからそのまま流すだけってやつだったの。なんかこうやっていじるだけのやつ。ちょっといじってやってるふり。当時3、4年は上っ面の付き合いですね。そうね、最初ヒロミちゃんと仲良くなったっていうか、ご飯とか言ってたんだけど、なんかすごいやっぱこういう性格だから、私も人見知りだし、うわってなっちゃって、ね、ちょっとサミちゃんにご飯行こうって言って話したら、彼はディーバだからねでもそんなこともなくない。いやでも当時はもっとさ、弾けてたから。いや今もよ。今も今日2時間のスタートで2時21分今あんたが遅れたせいで。違う、怒ってたの。うわ、すごいヒゲ生えてる。いや、ヒゲじゃない、歯が痛い。見て、みんなヒゲ生えてる。私の話聞いてる。ヒゲ生えてる。見て、この2、3年で急に仲良くなりましたよ、ピートは。一番仲良くなったのはロサンゼルスでヨッピーと一緒に撮影しに行ったんですけど、ね、ステーキ、裸、レインボーなの。夜遅くじゃないですね。本当に、あなたたちがディーバでここに乗ってんの。あなたはディーバや。あなたって本当にそうなの言うね。いや、でもそれはちょっとない。普通に言われたけど、まあ私もそれを感じたから納得しただけ。ほら、じゃあやっていくで、何なの。違うね。移ろいやついから、瞬間瞬間で言ってるだけやねん。はで、やるね。今回はですね、そんなヨッピーさんと一緒に3人でバレンタインデー企画をやっていきたいと思います。ということで、3人でチョコ対決をしていきます。私ちょ、今日チョコじゃないの。お菓子。わかりました、後でそれは言っていきましょう。これ作ってどうやってジャッジするの。だからさ、ここにね、構成作家のサチコさん、とんでもないことある。ウーバーイーツの人出してもらったなって。食べえプレゼント交換みたくじゃあみんなでジャッジしよう。そうだよ、みんなで。ああ、3人でしょ。じゃあ早速作っていきましょう。まずひろみちゃん何作りますか。ひろみちゃんはタンタラーン、じゃーん。すごーいチョコフォンデュを作りたいと。こんなん何もせんで一番そのままが美味しいです。いちごにチョコをディップする的なやつ。あ、いやパリッとする。なんかゴディバさんがよく作る。え、そんなのできんの。ひろみちゃんできる。絶対できん。できるって。ほんとできる。私はやるちゃうやん。それ大学生が買うやつやね。自分で作る本大学生が無重種類やろ。でもさ、これがあるからってうまくいくっていうのもわからないから。で、今回はですね、フォンダンショコラを作ります。楽しみ。私はアップルパイを作ります。すごーい。いや、もうすごい。見て、もうすごいもんこんなハゲ買うって初めて見たね。こんなんどこ売ってんの。すごいんやけど、ワックスペーパーやって。じゃあどうやって作っていく。全員で一気に作ったら。いやね、いやいや、別に僕ら料理番組じゃないから一気で作ったらよろしいよ。私優先するわじゃあちょっとアンダーコードやってみよう。はい、やるよ。今何してるとこですか。商品を袋から出してるだけ。バターってほんと書いてないんだけど。 40g。 40g。 え、明かりとかあるの。あるある。バレンタインデーの失敗談を教えてください、ヨッピーから。なんかもう本当に一番の失敗談っていうか、まあ思い出なんだけど、私中学3年間岡崎くんに片思いしてたのね。誰岡崎くん。いや、まあサッカー部の岡崎くんなんだけど、岡の家ってなんかピンクのマンションすごい可愛くて、中学から帰るときいつも岡の家眺めて帰ってたの。怖いんだけど。なんか念じれば叶う的なやつとかあるじゃん。なんか岡崎くん私のこと好きになるとか思って。やばい、嫁本当にやばい。それでまあバレンタインデーが来たわけで、私は岡にチョコレートを作ってあげようと思ってさ、家に電話して、今外の駐車場のところにいるんだけど、渡したいものがあるから外出てきてって言ったら、まあ岡は超無口で全然当時喋んなかったんだけど、あ、そのいいタイミングで岡来た。岡来ない。駐
車場に出てきて、岡がね、うん、でそれで、まあ、岡にさ、まあ、さっとチョコレートを渡せばよかったものの、私マジで恥ずかしがり屋じゃん、人見知り。意外とね、意外とね。だからね、そのチョコレートを後ろに隠したままね、マジで5時間立ちすくんじゃったの。岡もさ、なんか本当にいつも無口だし黙ってるから、もう早くしろよとかも言わないし何にも言わないわけよ。だから5時間は本当になんか本当5センチずつ多分動いてて、最初にいた位置とは全然違うところでチョコレートを最終渡したんだけど、それもずっとメンチ切りっぱ、お互いがそう、なんか見たりしたみたいな、なんか目合ったら恥ずかしいみたいな。バカさんの一番の思い出それかな。別に失敗なんではないね、バカっていう。でもなんかそんな純粋な時があったのね、うん、え、どういう意味？意外と純粋よ、今も純粋なんだから。のみちゃんは外国人と付き合ったことあるのね、うん、18歳ぐらいの時、うん、僕はさ、自分がチョコレート渡すなと思ったからさ、うん、大阪梅田の阪急のね、チョコレートインターナショナルなんとかみたいな、なんか採用やっててさ、うん、OL の皆さんをかき分けて行ってさ、買ってたのね、うん、なんか一番なるべく高いやつを、うん、でそれからさ、家帰ったらさ、あっちはやっぱアメリカ人だからさ、花束やったの。まあね、向こうからサプライズと思って僕に渡そうと思って。まだまだ、あなた女なの？いや女でしょ当たり前か。でもさ、今日何気ないかって自分もめっちゃプレゼント用意してサプライズしようと思ってないけど、相手がもうサプライズやってるから、これで僕がかぶせたらなんか変な感じになるやん、うん、だからそのチョコレートマジでいつ、どいつ渡そういつ渡そうと思って結果クローゼットに隠しても腐って、それ以来絶対チョコレートもあんま意味ないなと思って絶対用意してる。なんやろ、なんかこのさ、サプライズでチョコレートを渡さなければいけないって洗脳もやめさせてくれ。なんかそのギリチョコ本命チョコってやつ、なんか驚かしい。お前しゃべれよ。うん、分かった。ひろみちゃんは？ひろみちゃんないわ。いや、なんか言えよ。ないかい。ないとかないねん、ほんととりあえず言うねん、あんた。何が何年やってんの、ほんとに。何かあったっけ、僕。知らん。タコってさ、女子からバレンタインでもらったことあるの？もらったことある。中高生の時結構もらってた。じゃあ、モテたんじゃん。いや、モテへんよ。いやいや、みんなに渡してね、田舎やから12人しかおらへん。ボタンとか女子から。はい。ああ、だけど、あ、でも中学生の時うっかりなんか年下の女の子とに隠されて無理やり付き合ってた。ね、子供ちょっと汚っ。なんで、なんで子供ったで。ねえねえ、ひろみちゃん、それお湯さんもっとあったかいのにしてみたら。え、もうチュンチュンやね。チュンチュン。うん、全然ぬる。チュンチュンって、あともうちょっとお湯こう。なんか青臭い。え、なんかそれ精子みたいな。精子みたいな。なんか青臭い。精子みたいな匂い。そんなの知らないよ。いや、知らん。泡立ちだけだよ。おんまり、泡立ち上手に逃げたね。じゃあ絶対使いちゃった。ねえ、協力し合ってる。めちゃほら、いや違うねんって。うるさい、やめて。本当にやってあげてんのに。流すで、ありがとう。流すで。セラビア、うわ、めっちゃ美味しそう。大変。それさ、上にトッピングするやつとかあんの？あるわけないよ。でもさ、なんかあれよね、あ、今喋っても意味ないからやめとこうかな。なんで？いや、もう編集大変や。もううるさい。手作りってさ、ほんと女のエゴよね。店の方絶対美味しいやん。いや、そうだけど、やっぱそのさ、聞いたらいい。ねえ、奈良の鹿公園。いいもんや、あんた食べるの。もうゴム食べてるやん。うん、大きいの。うん、やばい。ねえ、すごい、あんた上手ね。え、でもなんかちゃんと挟まってないで。いや、今から。ああ、そうか。オープンサンドスタイルそのあるんやと思って。すごい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 。ユッピーお母さんがやってる。お母さんじゃない、お姉さん。ステラおばさん。いやだー。もっと可愛いのにして。いやでも抜群の安定感だから。このアップルパイ本当にね、簡単でね、いつもお母さんが作ってるから。え、お母さんが作ってるから、私らお母さんおらへん。ごめん、間違えた。なんか私が悪者みたいな。いや、わかる。上手ね、あんた本当に。ということで、ヨッピーはこれ何分焼いたの？私、アップルパイを作って15分ぐらい焼きました。はい、ちょっと中が見えるようなカットにして。すごい、しかもね、3つ作ってくれてんねん、ヨッピー。ね、ヨッちゃん聞いてる？ね、もう本当にコツはヨッピー、これ作るときだ。リンゴが しっとりしてるのが好きな人と、シャリシャリが残るのが好きな人で、リンゴ
を作る時の炒める時間が違います。あー、こっち今日は、今日はしっとりしていました。カレー作ってるもんだね、途中ね。うん、わかる。かみちゃんは無印良品のお家で作るフォンダンショコラです。結構美味しそうにできてるね、うん、溢れてる感じが美味しそうだよ。いや、そうなのよ、いい感じに。でもさっきよりへこんでるわ。うん、でもしょうがない、うん、わかる。これね、冷凍庫で20分冷やしてから10分焼いただけ、180度で、うん、超簡単。ひろみちゃんのはいちごを洗ってチョコレートをリップして固めただけのブリュッセル仕込みです。絶対、なんかそんなひどすぎる。いやいやいや、なんなのブリュッセルで食べてんって食べたよね。よし、よし、よし、食べてみよう。ねえ、私のからみんな召し上がって。オッケー。あの、酸味があるので先にね、じゃあいただきます。いただきます。いただきます。絶対美味しそう。うん、あ、おいしい。おいしい。ねえ、あのさ、トラブルでさ、ビターチョコを使うことになったじゃん、うん、そっちの方が良かったと思う、うん、この 70% のビターチョコを使ったおかげで、うん、甘みとのバランスが、うん、いや、これは美味しい。いや、これ農家が頑張ってんねん、あんたじゃなくて。この私調理師免許持ってんねん。このいちご農家さんのおかげ。美味しいやん。でもじゃあ褒めるとこもやん。いや、でもマジであんたら悪口ばっかりやめて。ただそれだけ。それであのさ、タオちゃんのあのピーはどこ行っちゃったの？いや、それは本当にタオちゃんのピー、それ食べてみやん。ねえ、マジやだ、色もやだ、なんかやだ。なんでチョコレートやん、ちゃうのやん。いや、さっきさ、おでこ消えてるよ。え、なんでドアに行き止めかなんか。だって今消えてる、ちょっと消えてる。あ、いた。ほんま適当な気がするよ。それはマジでいらない、ごめん。それは僕もいいな、うん、いや、別に普通に美味しいって。だから毎日食べる、うん、美味しく召し上がります。毎日1個。じゃあ次、次ヨッピーちゃん、行くで。じゃあちょっと真ん中から食べた方がいいと思う。分かった。あ、すごい、お店みたい。真ん中から食べてきたんやったもん。サクサク。うん、うん、まあ、普通に美味しいよね。あ、うまい。ちょっと甘さ控えめにしたけど、うん、わかる。でもね、あっさりしててすごく美味しいです。さっぱりやね、うん、なんかランチとかさ、朝食代わりにもらって素敵ね。天かけ、うん、うまい、うん、うまい。はい、次最後、無印良品のポテンシャルをみんなで感じよう。はい、ね、ちゃんとフォンダンショコラ食べる。これさ、生じゃないよね、大丈夫なやつ。違う、大丈夫なの。え、本当なんかおかしいで。うん、あ、うん、おいしい。うまい。無印良品すごい、うん、無印良品すごい、おいしい。ちゃんとできてる。かかる。出来合いの味がする、これだけ。わかる。でもだからどんな人が作ってもしくじらへんね、この味になるわけで。出揃いました。これおもんないね。全部美味しかった、誰も失敗しなかったね。そうだから、これ失敗したから。じゃあさ、自分の以外で美味しかった方を決めよう。そうなんや。ヘルプスヘルプス、何がこれ、ヘルプス。いや、やめて。チャーリー、何これ、何これ、チャーリーって言われたの。古い、古い、やばい。ヨッピー何歳だったっけ。45。じゃあ自分の以外で指誘う。やっぱチーズ汁いった、はい、もういいって早くやろう。せーの、はい、意外とこれ美味しい。あんまよくない。あんまだから、そうなんだ、あんた自分のじゃお前。でつまりは深見ちゃんの方が一番美味しいかなって思って。いや、美味しくなくない。いや、美味しいのこれ。美味しい。ただあの一般的なお味、うん、うん、だからあの感動はないの、思った通りの味で安心させてくれる、うん、うん、だから無印良品はすごい。で、あんたのやつはイチゴ農家が本当に一生懸命作ってるこのイチゴ。いや、これめちゃめちゃ美味しい。イチゴが本当に美味しかった。はい、ということで皆さん真似したいと思ったらぜひクリスマスの参考にしてみてください。バレンタインじゃない。あ、じゃあバレンタインね。あ、そう、バレンタインの参考にしてください。みんなでお家で作ってもね、家族とかで楽しいし。そう、あ、じゃあ投票制しよう。どれが美味しそうやったか、ね、コメントに書いてで、コメントに書いてもらおう。そんな欲しがりすぎやって、もう毎回お願いや、やめよう。たまにはええやん、別に。そっか。いや、でも食べてみたら分からへんやん。じゃあ、当たったら送ってあげる。食中毒怖いやん。はい、ということで今日はですね、お友達のヨッピーに来ていただき、 YouTube を撮らせていただきました。ありがとうございました。また私たちがヨッピーさんに嫌われてない限りは、ヨッピーさんの方の YouTube にもお邪魔するので、概要欄にヨッピーさんの YouTube も貼ってるので、ぜひ見に行ってみてください。はい、ということで皆さん、またこの YouTube でお会いしましょう。さよならー。